どうもこんにちは。今日はですね、7月の8日ということでね、銀座に来ましたよ。嵐の夜が過ぎ去ったね。まあね、あのディオールジョーダン、エアディオールですね、まあちょっとあれの販売をね、ちょっとまあ追いに行こうじゃないかということで、もう明確なことはね、スニーカーの受け取りほぼないです。らしいですね、一部の人しかなくて、店舗で受け取れる人はほぼいないと。で、今日はもう単純にアパレルが一般販売になるんで、まあそれをね、ちょっとまあ様子見に行きましょうよということで。で、言うて俺ら靴じゃないから、もう二人ともノリ悪くて、あの9時になってんのに今10時45分よ。どうなってんの二人とも。まあまあやっぱね、ちょっとちょっと落ち着いちゃったよね。まあ財布に入ってるお金で買えるやつがない。リップクリームみたいな顔しかないんじゃないか。美容液とかね。コスメティックスでしょ。ほんで売ってないしな、ここ。だから化粧品とかのコーナーにあるだろ、多分。あ、マジで。女性やな、その美容部員がいるような。あ、それはそうでしょ。で、ここだね、銀座6。一応なんかこっちなんか映しちゃう、悪そうだから。違う、いや、もうここで、俺あの先、一応ね、あの銀座のね、 A3 出口が一番近いです。あれ、あれ、あの波。そう。いや、で、一応朝8時からね、ま、抽選があったそうで、で、その8時に入れた人たちは、12時半までの、抽選券、整理券みたいなのもゲットしてます。で、今もう現状並んでるのがその人たち。あ、で、まだ抽選できんのよ。まだディオールとかで。さっき確認したら、まだ待機してる人たちがいて、それは今抽選できるらしい。で、その入店に関しては、いつになるかがちょっとまだ不透明っていうか、まだ分かってない微妙な部分があるらしくて。いいの入ってる。いや、入るんじゃないんだ。多くぐるーって回る。ぐるーって回った。このディオールの、すごいね、これやってんじゃん。僕の、すごい、写真だけ撮るじゃん。え、写真だけ撮るじゃん。で、これで、足元してくれ。あ、そんなにないで。え、そうなんだよ。ここはだから、そのさっきの、なんだっけ、朝8時まで来てた人たちらしい。あ、そこの枠で、どこ並んで。そうそう。で、奥に行ったら、別で今抽選やってるっていう。あ、あれですよ、もうなに。あれはだから朝8時組。ああ。言ってんじゃん。もう買ってんでしょ。え、もう買ってんでしょ。買ってないよ。今並んでんだよ、あれ。8時まで来た人たちだけが先に優先に並べるっていう。ああ。で、え、ちょっと待って待って。抽選終わってんだけど。嘘。ここでやってたんだよ、今。え、嘘。うん。終わっちゃったね。なんか、一瞬だけちょっと舞い上がった自分が恥ずかしいかもしれない。いやギリ間に合わなかったか。いや、読めないね。もう本当に現場来てもやっぱ読めないことは、ね、実はちょっとだけ俺が気持ち早く来ててね。そうね、確認しに来たらまだ抽選やってたんですよ。で、あ、原口もつくっていうから一回迎えに行って戻ってきたら終わってましたね。なるほど。しょうがないね、これ。でも俺らさ、もう来る段階でもうやってないと思ってたから。まあまあ、とりあえずなんかね、そうそうそう、まさかのラッキーチャンス来たかと思ったら。どういう感じでやってるのか、どういう感じのね。いや、なんか黒いボックスに手突っ込んで、で、なんか番号みたいなの書いてあって、で、時間見た見た見た。で、なんかリストバンドみたいなのつけられて、で、また後でこの時間でお願いしますみたいな。で、ここにガード20人ぐらいかな。はい、やってきました、表参道。いやそんなすぐ来る。いや、10分ぐらい来る。銀座から15分ぐらいかな。銀座からすぐ来たよ。すごい。銀座のね、ディオールがちょっとあまりにもなんかこう出ていけの空気すごかったもんでね。すごい。ちょっと耐えられなかったな。まあ表参道はじゃあどうなんだっつったら、なんか実はまだ表参道も配ってるよっていう話がね。怖いね。怖いな、すごい。職人級だね。まあ、そんなこんなでね、まあ、ちょっと、まあ、店舗の方に、まあ、ちょっと向かってみようかという感じなんですけども、ね。さあさあさあ、まあ、正面にね、まあ、一応店舗があるわけなんですが、何も見えないね。誰かいる？全く土地感が分かんない。いる感じがもうないね、人が。そういうさ、やっぱハイブランドってことか、スーパーブランドあんま行かないですか。行かない。分かんないよね。行く必要ないもんね。冷やかし帰れみたいに思われて帰るだけじゃん。どうしよう。恥ずかしいよな。でも名刺をね、作っていただいて、うん、その日に嬉しくて、名刺入れをね、新宿の高島屋にね、はいはいはい、買いに行ったのよ、デパートに。あ、そうなん。そう、
でもういかにもこうスーツ買った人がさ、はいはい、いらっしゃいませとか言ってるところにさサンダルと短パンで行ってさ、いやそれもうめちゃくちゃ金持ちのやつの役者さん、ね、あれいるかもね、あ、あれじゃない、あー遠いな、あれ、あ、いるわいるわ、いやあれごちゃごちゃしてるじゃん、あれだ、え、だから朝先着で並んだ人たちが今買ってる、買ってるってことでしょ、これちょっとどこ映してもダメそうな匂いプンプンするな、確かにちょっとひ、なんだこれむずいなこれ、空間歪んでないよ、ちょっと歪んでるね、カメラを押さ、ちょっと下げよう上だけ見えるようにさ、あのディオールとモアケだけ見えるいいから、おです、おお、これ行ったんすか、はい、銀座行ったんすよ、銀座行きました、高すぎて、そうです、動画をアップ、そうそう、ということでね、まあ顔なじみもいましたね、そうですね、これリストバンドもらえんの、もらえるんじゃないどこ、どこでもらえんのこれ、もらえるズボンなくないか、大宮のアトムスでカウズ入ってた、おお、お久しぶりです、親子の、あ、そうです、お母さんと一緒、髪型変わっちゃったから、ね、就活で黒染めしたんですでもやっぱ毛先で遊ぶ、毛先で、そうだね、やっぱそうなんや、毛先で食い荒らす、ね、その年代ってそうよ、はい、今日はあれですか、来たん、なんか、まあ、スニーカー当然無理じゃないですか、なんでアパレル服だけども、なんか、あのアパレルも多分 T シャツとかすぐなくなっちゃうだろうから、まあ就活のネクタイ買いたいなと思ってますけど、確かにネクタイあんまりそう、持った人に整理券くださいっていうのを、さっきもらって、俺が5時から6時半夕方の、え、もらうだけもらう、18番の方いらっしゃいますね、白い18番の方いますか、白いタスキ、どの人、あの方かな、すいません、整理券もらえますか、うちからの会議ですけども、こちらの整理券をメルチョー、はい、はい、すいません、ありがとうございます、こちらワンセットで、はい、わかりました、はい、お待ちくださいませ、ありがとうございます、購入制限が設けてありまして、はい、お客様に5点までになりますので、はい、その前のお客様の方であの販売が行われる可能性もありますので、あ、もう何もないよっていう可能性もあるってことですね、了解しました、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、バッチリ撮影しておきました、やったね、あ、嘘、うん、怖いね怖いね、あなた漏れました、漏れました、5時、6時半、13と14だ、今中の在庫来ましたけど、もうない、もうほぼない、え、でもない可能性はもしかしたらあるんですけど、今もうないんだから、もうないって、9番の人でも何もほぼない、サムネこれにするか、え、ゲットする、この番号って時間隠していく、ね、これで、ふぅ出せよ、出せ、でも見るんじゃない、いやまたサムネ詐欺だそれサムネ詐欺だ、一番恥ずかしいやつだ、表参道店 T シャツ1枚だけらしいえ、なんか超来るんじゃない、倍ぐらいじゃん、低価っすか、やば、ちょっとですね、音声があまり取れてなかったので、ちょっとこちらね、私のナレーションでちょっとアイテムを解説します。こちらね、エアディオールお財布でございますね。こちらね、チャック式で中はね、こうカードケース、小銭にもね、入ったお札もね、入れるという機能がね、たっぷりでございますね。で、お次はですね、こちらね、キューブ状の、なんでしょう、これ、あー、開きました。あー、なんだこの、きらびやかな、あらー、この金のネックレスですね。そしてもう一つ、こちらも、映画のキューブをね、思い出させるような、このね、キューブ型から出たるは、このね、シルバーバージョンのね、ネックレス、あ、パカッとね、はまりましたけど、これもかっこいいですね。エアディオールのね、ロゴで、あら、パカッと閉じると。はい。でね、こちらの最後の品物がですね、こちらの希少な、出てきます。あー、こ
こちら T シャツでございますね。こちら生地しっかりとした感じでね。でね、このタグが、あら、千差万別、変わりますね。これ景色が変わりますね。でね、あら、これかっこいいですね。ちょっとこうネイビーっぽいね感じで、この包装紙がまだね頑丈だったんで、こうねしっかり丁寧に入れていきます。ということで、こちらショッパーです。ということでね、エアデュオルということで、一応銀座と表参道と2店舗ね回っていきましたけども、まあ、かなりねアパレルに関しては着数が少ないということで、まあ、点数自体がめちゃくちゃ少ないと、めちゃめちゃ激レアでしたね。まあ、ネクタイとバッグと、あとはなんだニットみたいなのが結構数が黙ってるような印象らしいですね。ポーチとかね、うん、T シャツとかに関しても基本的にサイズ点数つくと激スクというような感じ、ちょっとね、まあスニーカー全然関係なかったな今日。そうですね、スニーカー全然関係なかった、生で見れませんでしたね。まあ、一応ね、銀座も表参道もね、まあ時間遅かったら整理券とか、バンドとかももらえるような感じではありました。そうですね、これこそね、そうそうそう、こういうスレタポルチェ、ね、エアディオル、これがまあもらえるということでね、まあ、これをまあ入り口に渡しちゃうと、まあ、店舗には入れるんですけど、これがもうもらえなくなるということで、まあ、僕らはまあこれがちょっと気になるこっすいな、お前フェスのリストバンドみたいな、そんな感じよな。ということでね、一応現場からは以上になります。ありがとうございました。それでは皆さん、お準備してるぞ、はいはい、汗をかいちゃった。ディオール、ありがとうございました。三部作完ということで、さよなら。四部作じゃない、四部作、俺が最初のディオールの話して、電話して、なので1本で電話2回してるよ。1回電話して、あ、電話2回して、予約もしてるか、あ、4部作、あ、4部作です。すいません、小時間に行くと、この中古してるんですよ、小時間に。